こんにちは。多くの女性は好きな人に告白するよりも告白されたいと思っています。そのため女性は男性に気持ちに気づいてほしいと願って思いを遠回しに伝えようとしてしまうんです。男性は明確に言ってくれた方が分かりやすいのにと思うかもしれませんが、これが女心。それとなく好きなのかもと男性に思わせることで自分に興味を持ってくれるようにすることが目的なのです。しかし男性の中には鈍感で匂わせに気づかない人もいるんです。せっかく女性が遠回しに気持ちを開示しても男性が気づかなければ骨折り損に。男性が見逃しがちな女性の匂わせサインについてこの動画を見て勉強してみましょう。1. たくさん質問をしてくる。女性がたくさん質問をしてくるのは男性に関心があるからです。気になる人のことは自然と知りたいと感じるのは当然のこと。そのためたくさんいろんな質問をしてくる女性の行動はそれとなく好きを匂わせていることになります。次から次へと質問をしていけば必然的に会話が続き、一緒に過ごす時間が長くなるので女性は質問をしてきます。質問の中でもプライベートな質問が多いのであれば好きな人にする行動だと考えてよいでしょう。ただし中には本当におしゃべり好きな女性もいるので、誰にでも質問しまくる女性は匂わせではありません。見極めるためには自分にだけなのか誰にでもそうなのかを確認してみると良いでしょう。2. 趣味を共有しようとする。相手の趣味を共有しようとするのは女性が気になる人にやってしまう行動です。例えば映画好きな男性のことを好きになった場合、女性は男性に好きな映画などを尋ねてきます。そして男性が好きな映画を自分も見ることで同じ話題を増やしていくんです。趣味を共有することで相手との共通点を増やせばもっと距離を近づけられると考えます。これは明らかに思いを寄せている人にしかしませんよね。そこまでして興味のない映画を見る理由は他にありません。女性が自分の趣味に興味を持って近づいてくるのであれば好きの匂わせ行為、特に今まで興味を示さなかったことだったら頑張ってやってみようと思っていると考えられます。運動なんて全くやらなかった女性がゴルフ好きの男性を好きになり、一緒にやるようになることで共通の話題が増え過ごす時間も増えることに。女性は男性の趣味を共有しようとするケースが多く、彼氏の影響で始めた趣味を持つことがよくあります。 3. 恋愛事情について聞いてくる。女性が気になる人によくする行為の一つは恋愛事情を聞くことです。どんなタイプが好き、好きな子はいるのなど恋愛に関わる質問が多い場合は好意を匂わせていると考えられます。相手の好きなタイプを聞いて少しでもタイプに近づきたいという気持ちがあるからです。彼女はいるのなどとフランクに質問する場合は別ですが、好みだけでなく過去の恋愛など様々な質問が続くなら思いを寄せているはず。特に何も思っていない相手に対して恋愛の話を掘り下げることはあまりしませんよね。男性からするとただの世間話と思ってしまうでしょうが、友達に対して好きな女性はいるの？と改めて聞くことの方が珍しくありませんか？確かに中には世間話の場合もありますが、ポイントは内容を掘り下げて聞いてくるかどうかです。 4. よく褒めてくる。女性が男性に対してよく褒めるのであれば遠回しに思いを伝えていると考えられます。外国人なら褒めることは一般的によくありますが、日本人はあまり大っぴらに褒めることをしません。例えば、そのシャツかっこいいとか、髪型変えたんだ、かっこいいね、など見た目を褒める場合や、優しいね、仕事早いね、など内面的なことを褒める場合もあります。特に内面的なことを褒める女性は男性のことをよく見ています。よく見ているということは思いを寄せているからと考えられます。男性をさりげなく褒めながら気持ちを匂わせているんです。自分の気持ちを素直に伝えるのは恥ずかしいため、褒めながら男性に気持ちをアピールしていることになります。一見わかりづらいかもしれませんが、しょっちゅう褒める女性がいるならそれとなく好きと匂わせているのかも。ただしこれも例外はあります。もともと誰のことでも褒める癖がある人はあなただけを褒めているわけではないので例外と考えられるでしょう。5.
特別扱いされている、あなたにだけこっそり教えてあげるなどと特別扱いされていると感じるなら、思いを寄せられていると言えるでしょう。例えば、穴場の美味しいレストランの情報をこっそり教えてくれて、一緒に行かないと誘われるなどです。悩みや相談を持ちかけてくる場合も、〇〇くんだから話せるんだなどというのと同じで、好意をそれとなく伝えていることになります。男性も女性に特別扱いされれば悪い気はしませんよね。さすがに特別扱いされれば、もしかして彼女は自分に気がある？と思うことができるでしょう。女性が男性に好きだと気づかせる行為の中でも、男性にとって特に効果的な方法です。あえてやっている女性もいますが、意識をしないでできる女性もいます。ただし、この方法はちょっと小悪魔系女子もよくやることなので、振り回されないように注意しましょう。本当に好きを匂わせてやっている女性なら、ターゲットは自分だけ。いろんな男性にやっている女性は小悪魔系の可能性があるので、なんとなく行動を確認しておくと良いでしょう。6、積極的に会おうとする。食事やライブなどに誘われることがよくある場合、あなたと積極的に会おうとしていると考えられます。自分から告白はしたくないけど、好きを匂わせて告白してもらおうという積極的な女性に多いです。何度も会うことで自然と距離が縮まり、男性もなんとなく気になる存在だなと感じるようになります。そのため、何度も会う機会を増やすことは気持ちを気づかせることに効果があるんです。男女で一緒にいると付き合っているような疑似体験ができます。もし一緒にいて楽しい相手であれば、男性も女性といることが自然になって好きになってしまうこともありえます。女性がよく自分を誘ってくるのであれば、積極的に会う機会を増やして好きを匂わせているのかも。ただし、これも非常に仲の良い友達だった場合は例外です。趣味が同じで気が合うため、よく誘われる友人ということになります。7、連絡が頻繁にある。頻繁に連絡が来る女性は、なるべくあなたとコンタクトを取りたいと考えています。何気ない会話をしているだけでも、女性にとっては匂わせ行為であることもあるんです。ただメッセージを送り合っているだけだと男性は思っているかもしれませんが、実はアプローチの一種のことも。連絡も会うことと同じで、相手との距離を縮めることに効果があります。よく連絡しているというだけで、関心がある存在になれる可能性があるんです。女性の中には、効果的なメッセージとなるように、あえて翌日に返信をして翌日もやり取りするという人もいます。メッセージの内容は日常のことやたわいもないものであることが特徴です。好きな気持ちなどについて書いてくることはほとんどありません。そのため、男性にとっては気づきづらいんです。仲のいい友達と思われているだけだと男性が判断してしまうのも仕方ありませんが、頻繁にやり取りする女性がいるなら、可能性を考えてみても良いでしょう。8、いつもニコッとされる。視線が重なった時に、いつもニコッと笑顔になる女性は匂わせ行為のケースもあります。誰でも好きな人に会うと自然に笑顔になってしまうものではありませんか。嬉しい気持ちを隠しきれず、ニコッと微笑んでしまうんです。よく視線が合う女性がいて、いつもニコッとされるなら、思いをあなたに寄せているからなのかも。男性も女性が笑顔であれば嬉しいですよね。そのため、男性にとっても好感を持つことができるので、効果的な匂わせです。ただし、女性の中には恥ずかしがり屋で、好きなのにわざと避けてしまう人もいるため、笑顔でないからといって嫌われているということでもないんです。男性にとっては判断が難しいかもしれませんが、ニコッとされる場合は好感を持たれていることに間違いないでしょう。いかがでしたでしょうか。ついつい女性は好きな人に気持ちを気づいてもらいたいため、それとなく好きを匂わせる行為をしてしまいがち。なかなか男性に伝わらないと嘆く女性も多く、男性にとっては難関だと感じる人もいるでしょう。全てにおいてポイントは、自分にだけやっているかどうかです。誰にでもやっていることではなく、自分だけにやっているなら、好きの匂わせを疑ってみましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。